はい、こんにちは。まやチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、食べます。妖怪ウォッチです。こちらですね、2015年4月29日本日からですね、5月5日まで、うん、全国のイオンでですね、うん、先行発売されてるらしいです。妖怪ウォッチの和菓子です。うん、はい、かわいいよね。うん、ジバニャンとコマさんとウィスパー、うん、この3種類が第1弾として発売されました。うん、今後季節ごとに出てくるんだって。第2弾とか第3弾とか。今回はとりあえずこの第1弾、この3つが出たみたい。うん、第2弾はコマジロとか出るのかね。かもしれないね。うん、で、ジバニャンはカスタードあん入りだって。うん、うん、コマさんがミルクあん入り。そうだね。ウィスパーがチョコあん入り。そうだね。うん、では早速ですね、開けてみましょうか。うん、はい、これ注意して開けないとね。お、あ、かわいいね。崩さないのかなと。うわ、柔らかい。あ、あららら、足が入っちゃってる。はい、取るの難しそうだな。あ、足んとこがね、結構。ああ、あーあ、あ、やばい、マジ俺顔ついちゃった。しょうがないね。うまい。うまかった。どこが入ってる。あ、ウィスパーいいね。ウィスパーよかった。はい、こんな感じですね。かわいいね。いい、うん、全部和菓子でできてるので全部食べられますよ。うん、もったいなさそうだけど。うん、はい、それではですね、まずちょっとかわいそうだけどぶった切って中確認してみようか。うん、まずウィスパーだね。ウィスパーなんだっけ、チョコだっけ。ウィスパーチョコ。ま、真っ二つにいっちゃっていい。うん、ウィスパーブシュッチョコチョコだ、チョコだ、チョコ、チョコ、チョコ、ね、はい、コマさん、コマさん痛いずらおお、コマさんなんだっけ、クリームだっけ。あ、カスタードクリーム。あー、あー、いいね。やーどーあー、あ、あ、ぐちゃぐちゃになっちゃったよ。ジバニャンがカスタードクリームだね。うん、で、コマさんがミルクあん。うん、よし、じゃあいただいてみましょうか。うん、はい、ちゃんとお茶も用意してありますからね。いや、めっちゃ、じゃあ、エンシン君どれから食べますか。パパ、じゃあジバニャンからちょっといただいてみようかな。ジバニャン、ジバニャン、ジバニャン半分食べちゃうよ。ジバニャン、うん、うまい、うまい、うまいけど、こんなにいっぱい食べちゃうと大変だな。ちょっとでよかった。食べづらいでもすごい美味しい。カスタードの味する。どれ食べてみる。ウィスパー。ウィスパー、ウィスパー、じゃあ、えちゃんはウィスパーさらに切ってあげるよ。うまい、うん、よかった。パパにもウィスパー食べさせて。ウィスパーうん、うん、うまい、おいしい。ずらおいしい。あのね、ベースのあんは全部同じ味だね。中に入ってるミルクとかチョコとかカスタード、うん、味が違うだけで、外側のあんは全部同じ味だね。うん、うん、和菓子、あんまあいちゃん和菓子食べないもんね。うまい。コマさんうまい。コマさんうまい。コマさんのうまいか。えいちゃんにとっては一番美味しかったのコマさんかな。あ、そう、よかったね。うん、食べれるものがあってよかったよ。うん、うん、和菓子にお茶って合うね合うね多分ね、売り切れちゃったらもう入荷しないと思うんで、気になった方はですね、ぜひ買って食べてみてください。売り切れる前にね。そうだね。はい、ということで今回は食べます妖怪ウォッチでした。うまい。